しです。いや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 、コンドルズとはね、あの劇団鹿殺しは、はい、鹿殺し RJB という僕らのエアーロックバンドとですね、はい、コンドルズバンドプロジェクトストライクで対バンを下北沢でしたことがあって、あとあれもオーウエストは見に行った、見に行ったその時のあれですよ、あのオープニングアクトが、マンウィザー下北沢ね、マミション、もうすごい勢いで僕ら抜かされていってます。俺らこれからも頑張っていこうっていう、一緒にちょっとマウンに向かって、そうですね、一緒に立ち向かいましょう、もう一回やりましょう、マウンにね。あと幸次郎さんにも、田舎の侍という時代劇に出ていただいて、サックス吹く坊さんという変な役で、ね、出ていただいて、変だとかエロいダンス踊ってもらって、エロいダンス踊ってもらって、あの坊主頭がやけにエロく見えるっていう、やっていただきました。本当に良かった。コンドルズが20周年ということでね。僕たちも15周年。そう、5年先輩で、はい、これからもそのね、5年先輩のかっこいい背中を見せ続けていってくださったらと思っております。いつかね、5年埋めて。追いつきたいなって追いつきたいな、何かで一緒にオーイーストでね、共演したいなと思っております。では、改めまして、はい、20周年おめでとうございます。劇団鹿殺しでした。